というわけで、つばさチャンネルに行ったつばさで終始します。なんか、先週が9時だったんですっけ。違うな、先週も10時か。今日はあれですよ、途中でハジさんから連絡が来てさっきチラッとね、そういう話してますよ。外出してますよにもかかわらず巻きましたね。そう、だからなんでかっていうと、タクトのネタがなさすぎて時間かかっちゃってたんです逆にでも今筋肉マンを使うことによって、はい、その分が負けるんですね。まあそのそうですね、何するみたいなところはないわけですからね。まあそれはそうと、今直前ね、この動画がというわけでっていう翼くんの前が翼くんの顔が麻雀で多面ちゃん待ちをうんと悩んでる時の顔みたいに噴火してたんですけど、何かあったんですか。あ、いろいろ考えることがありましたね、うん、はい、翼くん考えると顔が真っ赤になっちゃうの。まあまあそうですね、はい、うん、頭の処理中はもうこっちの表面上のところは消えますから、うん、僕は、はい、どうしようもねえな改めて、はい、そうです。まあもう絶対この話になるだろうなと思いながら僕はここのスタートから押しましたから同じ顔してたもん、翼くんが対面で多面ちゃん待ちでどうしようかと悩んでる時の顔と今の顔が全く一致してたから、ね、そうだから僕は考えるときにはああなるっていうことですね。わかりやすいです。はい、どうしようね、煙が出ちゃう、すぐにね、煙が出ちゃう、さっきもへばってたしさで、今日なんだかわかんないけど3回ぐらいうんこしてるしさ勘弁してほしい。ちょっとまああんだけ食ったらね、きつかったな。今日はでもゆかまろさんね、すごいシンプルなザルチャージャル、うん、ザルそばチャーザルですよ。チャーザルラーだっけ。そう、まあ、ザルラーメンなんだけど、はい、まあそこは老舗でね、うん、でも珍しくなんかゆかまろさんが美味しいと。あ、私美味しかった、ね、シンプルなのにね、うん、あれはお肉が美味しかった、それもラーメンかなんですか。お肉が一番美味しかった。いつもほら、ゆかめろさんの好みってさ、どちらかというと豚骨ギトギト系の方が好きで、こってりした方が好きなやつはそれじゃん。ね、そうですね。なのに今回は評価が高かった。そう、まあ多かったけどねまあね、あの小盛りがないからね、ノーマルで 300g。 いやそうですね。で、翼くんは大盛りで、はい、いくつだったっけ。 600g です。 600g。 まあね、やっぱり大盛りのボタンの下に400円って書いてあったのが怪しいなとは僕思ったんです。やだから僕は大盛りにしなかったね。全員並みでもちょうどよかったくらいです。400はやっぱ400円はね、25ぐらい盛られちゃうよね。いやそりゃそうですよね、じゃないと400円でしないですもんね、うん、まんまと行かれましたよ。だからみんな、ね、ちょこちょこ大盛りでって聞こえてましたけど、大丈夫かなと思いながら。だから大盛りで食べてる人はあそこはね、チャーシューにしてないんです。あ、普通のラーメン、ザルラーの大盛りね。そうそうそう、はい、チャーシューが多かっただけど、やっぱね、チャーシューは美味しかったよね。ゆかむるさんだって持ち帰りしたいって言ったよっぽど美味しかったんだな。これが面白いことにさ、まあ、新宿の西口を知ってれば、はいはいはい、お店は有名なんだけども万来というお店なんですね。はいはいはい、はい、その隣に堀内という お店があるんだけど、全然違う、全くメニュー一緒なんです。え、一緒なの。一緒なんです名前そんな違うのに。何かというと、まあもともと万来というお店で修行してた人が立ち上げたのが堀内なんですね。名前変わっちゃって。で、万来はそのままもう1代目で亡くなるかと思いきや、うん、突然息子さんが継いだんです。ほう、そしてなぜだか隣り合わせると。それ喧嘩はされてるんですか、この2つ。どうなんですかね、なんだかネットでは面白おかしくねお家騒動みたいな感じで書いたりしてあるんだけども、全然ないですもんね。実際は何か協力してるかもしれないし、わかんないんですよ。あんな近々の店舗で料金ちょっと違うだけでほとんど同じメニューわけでしょ。そうなんです、そうなんです。だから僕らも最初にパッと見た時に、あ、ちょっと混んでんなって、奥ちょっと向こう見てみよう、向こうも混んでんなって少しでも空いてる方に行ったからね。結局ちょっと、結局食べるものは一緒だと思ってるから謎なんですよ。だからそれがもう20年以上続いてんじゃないかな。老舗ですよね。でもなんかスタッフさんが知ってる店はもうないんでしたっけ。そう、ね、その隣がなんか今もうなんだろう、オープンのちょっとバーみたいになっちゃってるんだけど、うん、そこにも宝屋というかつて似たようなザルを出すお店があった。そっちが多分先なんじゃないかと僕は思うんですよね。そこも自社ビルなんですよ。あ、そこはもうラーメン業から撤退したっていう、まあそういうことだと思うんだけど、はいはいはい、全部名前違うもんな。よくそれで全くなんでしょうね、仲良くできてるのかな。だから僕からすると久しぶりに食べましたけど、味の系統は知ってたんですよ、うんうん、だこの系統はもう今じゃ流行んないだろうと思ったけど、いや食べてみるとやっぱりあのチャーシューはちょっと特別だなっていうね。へえ、うん、翼くんはもうなんかもがき苦しみながら食べてたからさいや一応ね、その納豆ザルラーか、うん、そう食べて、あ、一口目納豆合うんだって思ってたけども、うん、その 600g を食いながらどうせ残りが来るぞと思ってたからもうなんかその味を楽しむ時じゃなかった。ゆかめろさんがこの量を食べれるわけがない。わけがない。最初で、なんならもう途中からぐんぐんとつけだれの方に入れ始めたらもうギブアップだからね
少しでも皿から減らしてるように見せよう。見せかけるわ。リカメさんの努力を見たから、あ、でも来るぞと思って僕も来てたけど。すごかったです、今日は。来てたけど。200、そこそこは食べてたよね。行ってたと思う。だから300のあれなんだから、はい。肉も半分ぐらいは食べてたもんね。行ってました、行ってました。それはすげえなと思ったんですけど。僕あれが400、自分の400だったら食えてるけど、600は。きつかったねー。ほらこの夏に合うんだろうね、ちょうどあれがちょうどいい感じだったら。あ、でも確かに冷たいし、シャバシャバしてるし、うん、清涼感もね、逆にドロドロより良かったのかもしれない。そうですね、うん、絡みつかないし、食べやすかったら食べやすかったですね、うん、ザルっていうだけは。広くてね、あ、ね、あ、和風なね、うん、なんかほんと割烹料理店って言われてもそんなに違和感ない気はしますね。働いててね、してました、してました、うん、まあだからいいんだろうけどもね。まだ店内のその、ね、平均年齢も高かったもんね、ちょっとね。若い人いなかったな。だからやっぱ胃もたれしないつけ麺ってやつなんですよ、あれ。確かに胃はもたれないだろうけどね。でもまあ翼くんお店から出てすぐしゃがみ込んでましたね。こういうところ、こういうところがなんか、いやもう本当にみんな1キロ食うてみろって、マジでマジしんどかったよ。拷問だもんね。多分痩せたもん、あんだけ食ったけど今日。まあチートデーで具合悪くなって。まだでも今日はね、夜ご飯を食べてないから、この後今日夜ご飯、うん、もうそろそろ僕ね、お腹空きますよ。マジ？うん、全然ぐんと一気に来るんだよね、やっぱね、ある程度消化の、まあ、まあまあ、まだ若干残ってるなって感じはするんだけど、僕まだ消化しきってないな。今日はまた近場でなんか済ましてもいいかなと。あれ？近場でもない、もう買ってるじゃないですか今日は。あ、そうだ。忘れた。今日はもう崎陽軒のそうシューマイ弁当、これちょうど今ちょうどいいでしょこれ。ちょうどいいよこれ。本当に。まあでもね、うん、本当に。でもね、崎陽軒のシューマイ弁当といえば思い出すのは米さんですよ。米さんがいつも電車でなんか食べてますね。はい。でまあ我々は崎陽軒のシューマイ弁当というと、もうロケ弁なんですね、一番はね。間違いない。うん、もうね、最初に食べたロケ弁何？崎陽軒のシューマイ弁当っていう人結構多いと思いますよ。うん、でも本当にね、そのぐらい3回に1回崎陽軒です。でも嬉しいしね、崎陽軒来てくると、うん、でもなんか不思議なのはさ、そんなにボリュームないよね。うん、いや結構なんか少ない方だと思いますけどね。でもなんかこの撮影の合間に食べるにはすごくちょうどいい量でしょ。一番ちょうどいい、眠くもならないしと、なんつうかまあ温かいものを食べたことがないけど、これだけ食べてる弁当ってそうそうないよね。確かに冷たいままシューマイ食うからあんまないからね。なんなら米なんてカチカチに食って、一応俵になって分かれてんだけど、まあくっついてるよこれ。ここから割るのはなかなか大変だからね。ね、でも美味しいんだよね。全然もう本当にいい味してる、崎陽軒の、でやっぱり崎陽軒のシューマイ弁当といえばあんずですよ、うん、このあんずを先に食べるのかラストに残すのかで歯が分かれるんですね。人によるな、これは。途中派はあんまいないもんね。そう、あ、最初か最後だよね。そうなんですよ。これなんであんずをチョイスしたのかって、ここもちょっとね。確かに梅干しとかでもないんだよねこれね。そうそうそう、気にはなりますね。微妙にごまがかかってるんだけどさ、塩っ気は全くないからさ。本当に黒いごまなだけだから。そうそうそう、塩ごまじゃない、ごま塩じゃない、黒ごまが振ってあるから。でもこれがもう何十年と変わらずに、いやそうですよ。で今日もさ、いくらぐらいだったっけ、1000円しなかったもんね、1個ね。そうですね、多分800円ぐらいだよね、か950円かどっちか。だからこれすごい頑張ってんじゃないかなと今の学生で思うんですよ。うん、確か美味しいし、なんかいろいろチャーハン弁当とかさ、あれあれ、いろいろあったけども、生姜焼きなんなら、岡村さん生姜焼きに食いついて、うん、いやそこに全部行ってどうすんだよの、僕の方に店員さんが反応して笑ってましたよ、ね。店員さんも邪道でしょそこはと思ったんでしょうねきっと。なんでここに来て生姜焼き食べるんですか。そうそう、生姜焼きだったらあったかい中華屋さん食べた方が美味しいよって多分思ったの。割と子供向けですよね、生姜焼きとかの、その大人じゃないところがどうしてもって言ってくるようですけど、ね、うん、まあ結構なんかボリュームはねないからね、うん、うん、まあ、お腹いっぱいになるけど、うん、それに、うん、やっぱりあとはね、なんだろう、この崎陽軒のシウマイ弁当の一番のなんか、うん、イメージっていうと、うん、小梅が1個入ってると思うんだけど、うん、その小梅がずれ込んでピンクになったご飯が1つあるって、あるな、必ず転がってるんですこれね。ちょっとだけピンクになってるね。絶対にもうスタッフさんがさ、ロケ弁ありますね、取り来てくださいって言った時のサイズで大体崎陽軒で分かるからね。まあ、そうですね、まあ、手のひらじゃないけどちょっとこじんまり気味で四角くて平らかったらもう、うん、といっても僕なんかもうね、もしかしたら20年ぶりぐらいですよこれ食べるのか、うん、ロケ弁以来。そう、あ、そう、普段は食べないもん。まあそれ普段崎陽軒、僕はこれもうロケ弁だと思ってるから、この崎陽軒って。そうだな、まあ自分から買うことねえな。なんですよ、なかなかね、駅とか電車乗らないからさ、うん、駅で買うこともないしさ。まあでも結構どこの駅っつうか収納袋置いてますよね、うん、東京駅とかね。まああるある。そうですね、そんなのをこの後ね
懐かしみながらちょっと食してみようかなと。もうちょっとお腹すかしが分かりますけどね。ゆかむらさんあたりが最初の手出すのかな。はい、今ただ今日はね、もう本当に臨時突然さ、ハジさんとやびっくりした純喫茶でお茶をして、はい、また翼くんがレジに向かって注文しに行くのかと思ってドキドキしちゃいました、ね、ちょっと学習しちゃった、ここは行かないんだっつって。でもさ、あんな近くにあるあの喫茶店ね、まあ、いつも目にして、いやいやいや、マジで。でも実際一緒に入ったら初めてだ。初めてですよ。あんな堂々とタバコ吸える喫茶店はあれだよ。本当に、いやマジで本当に初めてでしたけど、こんな感じなんだって思いましたね、うん、あれが純喫茶、はい、ゆかむらさんなんだろう、なんだか分かんないけど、いろいろコーヒーがあるっすね。コーヒーいっぱいある。あ、メーカーっていうか豆があるね。はね、はいはい、キリマンジャロとかね。あのあるせっかくだから飲んでみればよかったのに。まあ暑いもんね。もう夏場にほっといらねえ俺、うん、まあだから本当にもうなんかこの翼チャンネルってさ、はい、いろいろとなんだかわかんないディスられたりさ、はい、ブロックされたりさ、うん、するけどもさ、突然訪問してくる人だっているっていう。そうなんだよね。そういうチャンネルですよ。千差万別すぎるわ。いや、まあ、ありがたい話ですよこれね。だから一回ね、この本当に翼くんと会ってみたりとかさ、一緒に麻雀してみたりすると良さが分かるんじゃないか。まあそのこの3人含めてね、そう、はい、そう思うんですけどもね、はいはいはい、まあ、今日はそんなところですがね。何の話をしたのか分かんないけど、崎陽軒のシウマイ弁当についてじっくりと語ってみましたよ。陽軒の皆さんはおいでやすということで、うん、じゃあこれですかね。はい、どうも、松下。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。